嬉しい国宝霧島を1万名様に、至宝の霧島キャンペーン。コスペペだよ、コスペペ。コストコみたいに言うなよ。いやマジで。ゴーゴーテレビ西、土曜の夜はロストデイズ。どうも、阿部ちゃん先生ですばい。どうも、アシスタントの HKT48 植木直央ですばい。どうもということでございまして、はい、今回も HKT48 のメンバーが来ております。来ております。今回も HKT48 クソドルを探せ。はい、この企画は HKT48 メンバーのプロフィールに嘘偽りがないかを徹底検証します。疑惑のメンバーが嘘つきアイドルの場合はすぐにプロフィールが変更されます。はいはい。どうした、知ってましたか。何を。なんと HKT 3月12日にサードシングル桜みんなで食べたが発売されるんです。やだ。この季節ぴったりなので、いっぱい聞いてもらって、うん、そして私たちのことも愛してほしいな、なんつって思ってます。で、買って、ね、期待しております。並びたいと思います。まあ100もあるんで一通りはいけるい。はい、ということで早速今回も徹底的に検証していきましょう。嘘ドルを探せスタートです。このメンバーです。はい、 HKT48 岡田環奈です。イエーイ。こちらが岡田環奈のプロフィールです。果たしてこの中の偽装疑惑とは。早口言葉出たよ。ちょっとなんかインテリっぽくショートして。小学校4年生の時から6年間放送部に入ってたんですよ。6年間すごい。ほう。だから毎日早口言葉の練習があるからもう日課でした、まあ、でもそれでうまいとかはまた別問題ですからね。じゃあ聞きますよ。はい、岡田くんは嘘取るですか。嘘じゃないです、本当です。ということで今回はスペシャルゲストでこの方に来ていただきました。どうぞ。荒垣アナです。よろしくどうぞ。TNC 入社6年目アナウンサーの荒垣元子です。荒垣アナ、早口言葉はどうですか。まあ、私たちアナウンサーは視聴者の皆さんに分かりやすく聞き取りやすい声でお伝えするべく日々、うん、滑舌の練習はしているので、うん、自信はあります。はい、ということで今回の対決は早口言葉 PK 合戦。今回の早口言葉 PK 合戦は5回勝負で得点が多い方が勝利です。決着がつかない場合はサドンデスで勝敗を決めます。そしてこの対戦は相手が引いた早口言葉を言えた人に得点が与えられます。これで岡田が負ければ嘘ドル確定。それでは荒垣アナの1本目です。この中から1枚引いてください。すごいいっぱいですね。何が来るんだろう。1本目の早口言葉はこちら。それでは参りましょう。荒垣アナどうぞ。抜きにくい国、引き抜きにくい国、国抜きで抜く国。これ初見だから怖いですね。さすがアナウンサーでございますな。プロの意地見せました。対する岡田の1本目、荒垣アナが引く早口言葉とは。これに決めた。おお。はい、1本目の早口言葉はこちら。それでは岡田くん参りましょう。どうぞ。マサチューセッツ州で自主トレするセッツ投手。おお、続いては荒垣アナの2本目です。岡田くんが選んだ早口言葉はこちら。それでは荒垣アナ参りましょう。どうぞ。首相は酢醤油が好き。これはね、割とスッと言えましたね。結構作業が日本人って苦手なので、これは難しかったですね。そして岡田の2本目、連続クリアなるか。2本目はこちら。それでは岡田くん参りましょう。どうぞ。どなたなの、早稲田大学で出たな。どなた。
完全に決まりましたよ、今のはもう。これはちょっと待って、これなんだろう、どなたと並んでいるの、どなた、どなた、ついにリードを奪った荒垣アナ、3本目の早口言葉を危なげなくクリア。そして岡田の3本目、これだ。それでは岡田くん参りましょう、どうぞ。親子レバチョフ、コガルルレチュウ。きたー。いや、どうじゃ、髪ボッサボサになってきてますよ。プロフィールから消えちゃう。消えますよ。それでは参りましょう。4本目の4本目のねえ、植木さん、すいません、ちょっとちゃいます。すいません、重たくて。すいません、そこをめんごっちょでいいですよ。気を取り直して、荒垣アナの4本目です。それでは岡田くんが4本目に選んだ早口言葉、どうぞ。荒垣アナ、どうぞ。東京特許許可局許可局長、今日急遽許可却下。東京許可局許可局、苦手だったので来たら嫌だなって思ってたんですよ。荒垣アナ、ついに失敗。しかし岡田はもう失敗が許されません。これで岡田くんが言えなければ荒垣アナの勝利が確定しますんでね。これだ。はい、これ勝ちましたね。うわ、来た、勝ちましか宣言。いやいや、花大丈夫、落ち着いて行きましょう。荒垣アナの4本目の早口言葉はこれだ。それでは岡田くん、どうぞ。一番絞り爆汁だけでビールを作ったらうまいに決まってる、だから一番絞り、新一番絞り誕生。いいね。本日もうますぎる新のどごし生コロプラ、今日はごちそうだよ。ん、来た来た来た、アワビ来た。アワビダメだったね。ちょいちょいちょい、クイズ RPG 魔法使いと黒猫の水。正解。赤の小引き、黒の小引き、奏でるように歌うように、プレイザグラス、薩摩小引き。アレジオン、朝から花粉が辛くないぞ。いいな、朝から。アレジオン、今日花粉辛くない？アレジオン、寝る前に1回の服用で朝からずっと効く。アレジオン、ピンポン。勝負はこれからだ。走り続ける、キリン誕生生。行きましょう。荒垣アナの4本目の早口言葉はこれだ。花大丈夫、落ち着いて。それでは岡田くん、どうぞ。竹屋の竹やぶに立てかけが、よかった。はい、ということで3ポイント先取しました、荒垣アナの勝利。ということで岡田くんは嘘ドルでした。岡田環奈は嘘ドルだったということで、明日特技の早口言葉はホームページ用のプロフィールから変更されます。嘘ドルを探せ、このメンバーの登場です。はい、マンゴーよりも愛されたいピーちゃんこと小和田ひろかです。イエーイ、ピーちゃん。どうぞ。こちらが小和田ひろかのプロフィールです。果たしてこの中の偽装疑惑とは。ほう、チャームポイント、びっくりした時の目ってなってますけど、怖い怖い。迫力ある。すごい、ホラー映画とか向いとうかもしれんよ。ちょっとカメラちょっとグーッと寄って一言なんか言ってみて。一遍死んでみる。怖い怖い。これもう認めました。はい、そして気になるとこですけども、はい、人をアニメ風に描くこと、はい、おお、怪しい。もう風っていうのがなんか、何ですか、アニメ風に描くことって。あのちょっとキャラなんか立体的にみたいなじゃなくて、うん、ちゃんとなんか
キャラクター風に。スケッチとかその美術的なんじゃなくて、アニメ、アニメ風キャラっぽく、はい。絵が好きなんですか、じゃあ。はい、好きです。本当ですか。はい、本当です。絵心ありますか。あります。じゃあ駒田くん、嘘ドルですか。嘘ドルじゃないです。それでは今回の検証です。駒田にはある人をアニメ風に描いてもらいました。その絵が誰なのかをメンバーが当てればクリアです。それでは検証です。駒田くんにある人をアニメ風に描いてもらいました。誰かをみんなで当てたいと思います。はい、もちろんです。画伯どうぞ。わかりました。じゃあせーのでいきますか。せーの、ナオ。ねえ、まあ、正解でーす。ねえ、顎が素晴らしい。顎が素晴らしい。アプリしかない。横に並んでみてください。てナオ。似てる。顎はいい感じ。すごい、すごい。まあ強いて言えばですよ、もっともこの辺まで来てるんですから。鼻の下からウイク顎のセンターまでが約20センチないです。そんなないよ。阿部さんちょっと辛口ですね。そこはもう厳しいですよ。私もただ笑ってしまいますよね。これからそしてもう一枚描いてもらいました。早くどうぞ。あー、阿部誰イケメンの。なるほどね。いや、これは特徴を捉えとるね、うん、あれ、え、目とかもうクリソツや。髪の毛のサラサラ具合、このバラが似合っとうもんね。もうこの辺でめくれた時分かったもん。ああそうだなって。はい、中西くん。長渕剛さん。そんな国会議事堂に正面引っ掛けるように見えないでしょ。違いますか。違いますよ。この人は結構身近にいるのか。ああ、まあまあまあ、お世話になったりします。またお世話になってますよ。はい、はい、植木くん。阿部ちゃん先生。正解です。さすが、クリソツ。なんかなおは、ね、ここら辺スーツの感じが。スーツとかじゃないですよ。バラ意識したね、やっぱりね。バラが一番いいかな。そうね、ね、素晴らしい。さっきまですごい厳しかったの。私は自分に甘いと。そうやって生きてきたと。ということで今回の検証、うん、人の絵をアニメ風に描くは本当でした。一番絞り麦汁だけでビールを作ったらうまいに決まってる。だから一番絞り、新一番絞り誕生。いいね。期待してるからね、うん、そんな簡単に言うなよ。迷うな、心の声を信じる勇気を持て。キリン、すりきり、しゃあ。こうやって攻撃するんだよ。タイミング合わせるとすごい。ブレイブバースト、楽しい。スマホなのに本格 RPG、 ブレイブフロンティア、サガコラボ開催中。ブレフロで検索。さらに美味しくなったクリアサギ、大麦が 20% アップしたんです。飲み応えもアップですよ。あー、うまいな、やっぱり、うん、この飲み応えが好き。大人のための新しいウェディングステージ、ザ・ロイヤルクラシック福岡2014年夏オープン。一番搾り麦汁だけでビールを作ったらうまいに決まってる。つまり二番搾り麦汁は一切使わない。つまりうまい、新一番搾り。いいね。ほら、はい、バーツしときます。なんで。今って働く女性すごく多いですけど、このパンツだとストレッチが効いていて動きやすくて、自分の体にも心にも負担がない。きちんと見えて動きやすい、ユニクロからすべての働く女性たちへ、スマートスタイルパンツ続々登場。頭の中借金でいっぱいになってませんか。だったらアディーレ法律事務所。相談実績10万人以上、借金をもっと軽く。
ご相談ください。債務なしにアピール。痛みを治すおまじない。痛いの痛いの飛んで。行かないときはすぐイブエ。骨部でちゃんと効くよ。痛みにイブエージョン。ローラーデザイン